皆さんこんにちは。シンガーソングライターの堀内圭三です。本日もほっこりカフェチャンネルご視聴くださいましてありがとうございます。本日2024年3月11日月曜日に収録しております。2011年3月11日東日本大震災から今日で13年目を迎えた今年も3月11日311を迎えました。お亡くなりになられた方、また今をもって行方不明の方もたくさんおられ、2万数千名の犠牲者を出した東日本大震災です。その2万数千名の犠牲者の中のお一人は、今も大切なお付き合いをさせていただいております。私の心の友、宮城県名取市にお住まいの木更さんは大切な奥様を亡くされました。奥様への思いを込めた笑顔っていう楽曲や、2021年10年を機に作らせていただいた10年っていう楽曲を、アルバムにも収めさせていただいています。また、ほっこりカフェファミリーのにゃにゃさんは東日本大震災で大切な愛するお父様を亡くされました。そのにゃにゃさんがそのお父様を亡くされた大きな深い悲しみから、少しずつ、立ち直っていく、その力に、私たちが大ファンのスノーマンから、その力をいただかれたということも、電話でゆっくりとお聞きしたこともあります。にゃんじゃさんだけではなくて、きっと東日本大震災で大切なご家族を亡くされた方の中で、またこの立ち直る力をスノーマンからいただかれた方も、きっとたくさんおられたんではないかなと、思います。今朝も NHK の、3月11日にちなんだ報道の番組で、東日本大震災でもう壊滅的な打撃を受けられた、もう酒蔵、もうこれで廃業やむなしと思われてた酒蔵が、またたくさんの方の温かい支援の力もあって、そして自分たちの諦めない気持ちもあって、奇跡的な復興を遂げられた酒蔵が、今度はその元旦の能登の地震で、またもう壊滅的な打撃を受けられた酒蔵の方に行かれて、その能登のもう酒蔵の方のご主人も本当にもう涙しておられましたけども、もうこれで絶対もう無理やと、もうこれで全てを失ったと思っておられたところに、自分たちもそんな気持ちだったけども、なんとかこうして奇跡的に復興できましたという、その夢のような話をされるんじゃなくて、自分たちも同じような、全く同じような全てをなくしたとさえ思った、そんな気持ちから、たくさんの方のまた力をいただいて、そして諦めない心でこうして復活できました。何よりそんな言葉が、そんな差し出された手が、どれだけそれが、勇気づけられたと思うんですけども、そういうふうに全てを失ったと見えた、その時に、もう諦めかけた時に、また一歩一歩そこから立ち直られたからこそ、また同じような目に遭われた方に、今度は自分が支えてもらった側から、支える側に回られて、手を差し伸べられる、お姿を、今朝も見させていただいて、改めて、日本人って素晴らしいな。日本っていうのは世界でも、有数の地震が多い、地震大国って言われ方もしますけども、もう数年、数十年に一回、もう大きな地震が来るっていうことは、ある意味、避けられない、もうこの国、島に私たちは住んでるんですけども、本当に大きな被害を受けて、もう全てを失った。もう何にももう自分たちにとっての未来はなくなったと思ったところから、なんとかまたそこから心を立て直して復活された方が、また同じような目に遭われた方に、手を差し伸べられる姿を見ながら、この、ほっこりカフェチャンネルも、シニアチャンネル、きっといろんな経験、いろんな悲しみを乗り越えて来られた方が、たくさん集まっておられるのを、機会があって、お電話でお話しした時に、主人を亡くした、誰々を亡くした、そんな中で、なんとかまたスノーマンから力をもらって、今頑張ってるんです、という、たくさんの方のお話を私も、直接聞かせていただきましたし、またこのシニアの方がたくさん集まっていたたいてるこのチャンネルですので、もう大切な方をなくしてないっていう方の方がおられないぐらいやと思いますし、まあそれだけではなくて、まあ人生いろんなことがあるので、いろんな苦しみや悲しみを乗り越えてこられたからこそ、また人の痛みや苦しみ、悲しみをなんか自分の悲しみとして感じられるような人たちがたくさんこのチャンネルには集まっていただいているのも私ももう本当に、分かって認識しておりますし、これからもまたなんか今日は今朝のそんな支えてもらった方がまた支える代わりに回られる、そんななんか感動的な映像を見せていただきながら、なんかまたこのほっこりカフェもそういう風に苦しい時はもうみんなに支えてもらって、そしてまた自分が立ち直った時はまた苦しい方に手を差し伸べられる、なんかそんな方たちのまた集まりで、なんかそんなお役に立っていきたいなと、なんか改めて思いました。3月11日改めまして、その犠牲になられました2万数千名の方に心から哀悼の意を表させていただきます。ありがとうございます。その3月11日、今日はスノーマンリーダー、岩本光さんの初めての単独での主演ドラマ、恋する警護24時が、先週3月9日土曜日、無事9話最終話を迎えて、素敵なフィナーレを迎えることができました。岩本光のファンの皆さん、今回素晴らしいドラマ9話無事走り切っていただけたということ、本当におめでとうございます。土曜日の放送、いつもはもうその土曜日の夜に私はいつも見て、翌日にお話しさせていただいたりするんですけども、土曜日、日曜日とちょっとこのライブ、ステージが続きまして、土曜日は京都のグランビアという素敵なホテルで着物の組合でのディナーショーがあって、まあステージをさせていただきましたし、昨日も土曜日と同様、東京からシンガーソングライターの、矢藤みゆきさんに帰ってきていただいて、二人でのステージ、昨日は祇園ジョニーエンジェルでホリー&ミユキライブをさせていただきました。またほっこりカフェも、名古屋から、補助さん、また、昨日も来ていただきましたし、また、埼玉から時子さんも来てくださり、また、タカさんも来てくださいまして、本当にありがとうございます。結構遠方からもね、昨日も来ていただきました。東京からもね、結構他にも結構たくさん昨日も来ていただいたと思うんですけども、本当にありがとうございます。で、土曜日、日曜日と、ちょっとステージが続いて、この恋する警護24時、もう最終はすごく楽しみにしてたんですけども、昨日と見ることができなくて、もちろん今日楽しみにしてたんですけども、じゃあ今日最終話を見るにあたって、ちょっとすごく素敵な展開になってきて、最終話でおそらくこういう形で終わるんやろうなっていうのは、なんかこう想像してたんですけども、まあ基本30分のドラマ、1話だけ拡大スペシャルっていうことで、1時間弱の番組になってたと思うんですけども、まあ30分なので、まあ1話から8話まで全部見ても、そしてまあ1話がちょっと拡大やったとしても、まあ、5時間、ならへんかな ?4 時間半ぐらいやなと思ったので、実は今日は、お昼、ラジオの収録から帰ってきて、先ほどまで1話からまず8話までを一気に見て、そしてその後で、最終話の9話を見させていただきましたので、今日1日で全9話を一気見させていただきました。その、まあ、感動の感想、シニアスのターン感想を、今日は、13年目を迎えた 3.11、3月11日にお話しさせていただきたいと思いますので、どうかお付き合いください。よろしくお願いいたします。で、1話が放送されたのが1月13日、その夜に撮った動画を翌日に私はまあアップさせていただいて、あの時に、おそらくその1話楽しみにしてました。岩本光さんの主演楽しみにしてました。っていう話と、そしてまたこの最初見始めた時、その岩本光さん、そして今回そのパートナー的にずっと出ておられます、白石麻衣さん、お二人のなんかちょっとこの硬さみたいなものが見えたし、ま当然のことながら、まあこれから、撮影に入っていかれるんやけど、最初のところのこうギクシャクした感じと、まあ今回その、白石麻衣さんが演じられます、岸村理香さん、弁護士さんなんですけども、最初この強い目に、その、北沢辰之助君、ひ君が演じられます、その、警護、ボディーガードさんに当たっていくんですけど、この性格悪めに当たっていく感じが、おそらく私白石麻衣さんの中に、ああいう部分がないから、かなり、やっぱりそこは無理をしなきゃいけないから、そこはなんかね、ギクシャクして見えたんですけど、で、最初の第1話を見させていただいた翌日の動画でも、でも、1話の最後のところまで来たら、結構お二人の感じが、すごくなんか自然な感じで、1話の最初と最後で、だいぶ違って見えたので、これはこれから、まあ、回を増すごとに、なんかすごく素敵なコンビネーションを2人が見せていただけるような気がしますっていうようなお話を確かさせていただいたと思います。で、まあ、1話を見させていただいた段階で、大体こういう流れになるやろうなと、私も思ったし、きっと皆さんも思われた、それを大きく裏切ることはないような、なんか展開やったんではないかなと思います。どう考えても、あそこで、水畑淳平さんが演じられた、漆原社長が、まあ、どうも、怪しいし、そしてまた2話、3話と見させていただきましたら、ひくんが演じます、北沢辰之助くんが、また学生の時に、おまわりさんやった、お父様が、3人の少年に、また1人の少年に刺されて、まあ、殉職されるっていう、まあ、事件、深い悲しみ、深い傷を、まあ、辰之助くんが追われてるんですけども、水田っていうのが、きっと、漆原なんやろなっていうのは、もう最初の1話、2話を見させていただいた時に、もうきっと皆さんが感じておられたと思うんですけども、それを大きくどんでんするような展開ではなくて、まさにもうその通りやったんですけども、もうその通りやと分かってても、全然なんか見てて、違和感なかったですし、まあ、真相を追求していく柱と、で、もう一つはもう間違いなく、最初はもう警護するということで、もう、仕事の邪魔やからもっと後ろ下がって、あっち行って、って何その寸顔はっていうような、結構きつく当たってた二人が、まあきっといろんなことを乗り越える中で、お互いのなんか人間性のところに惹かれ合っていくんやろうなっていう、ラブストーリー的なものが、もう一つの柱として流れていくんやろうなっていうのはもうきっと皆さんも感じておられたと思うんですけども、もう全くその通り、その期待を全然無理して、裏返すことなく、裏切ることなく、そのまま進んで、まさに、最終話も、それを本当に気持ちよく、納得させていただくような、展開に、なったかなと思います。ですので、まあ、全話を見させていただいて、大きな感想としては、スノーマンのファン、岩本光さんのファンっていうのを、横に置いといても、すごくよくできた、なんかドラマやったと思いますし、で、やっぱり岩本光さんの身体能力があっての説得力っていう意味で、このドラマがしっかりと成立して、一本筋が通ったドラマとしてなんか見ることができたのは、やっぱり岩本光さんのやっぱり身体能力。まあ、今までお体を鍛え続けておられる方はもう私たちも知ってるし、まあ、サスケのためにもう年中を通して鍛えておられるんやけども、この格闘技的なそういうトレーニングっていうのは、確か今までされたことがなくて、一人での自分の身体を鍛えるっていうトレーニングやったんやけども、今回のこの役を通じて、またお稽古なんかでも、やっぱりスタントや、まあ、武道的な訓練も受けられたと思うので、こちらの方はこれからきっとまあ、オファーも来るでしょうし、ぜひこちらの方はまだ大きな可能性があるので、そちらの方でね、ぜひ伸ばしていただけたら、まあ、岡田准一さんがもう演じられるんやけども、自分もこのスタントをつけられて、そしてまた、まあ、武道の本当にもう名人でもあられるというのも聞きますし、でも、岩本照さんもきっと、まあ、踊りの、そのダンスの振り付けは、岩本照さんも今もされてるし、この、恋する警護24時の、まあ、主題歌、ラブトリガーの振り付けも、まあ、岩本照さんですし、いずれ、このスタントのアクションなんかも、岩本照さんが、その、スタント監督なんかをできるところまで行かれる可能性がきっとあるやろなと、今回ずっとね、全話を見させていただきながら、感じました。で、今日は全話をね、見たので、一気見したので、まあ、すごくなんかね、興味深いところ、もしかしたらもう皆さん、約2ヶ月前からのドラマなので、忘れておられるところもあるかなと思うんですけども、あった、そんなシーンあったっていうところも、なんか私の言葉で、なんか思い出しながら、なんか聞いていただけたらなと、まあ、思うんですが、まあ、1話のところでね、もうこれストーリーとは直接の大きな関係がなかったんですけど、スノータンの皆さんは大きくこう話題になってたのは、何枚かこの警備事務所、ラッコ警備保障かな、あそこに何枚かね、その社長さんと一緒に写ってる写真なんか置いてあったんですけども、最初、その第1話で写った時は、かなりこのぼんやりと写ってたんですけども、どうも、伊達様の写真が額に入って置いてあるっていうのが、1話の放送を受けて、結構ね、それがこの話題になってましたし、そしてそれが後半の何話ぐらいかな、後半のね、何話ぐらいかのところで、伊達様のお写真が、どこかの国の王子様、っていう風にね、そこの、まあ、説明があって、まずそこも、その、皆さん、どこかの国の王子様ってきっと、まあ、思われたと思うんですけども、で、その最終話のところで、まあ、ここもきっと皆さん、もしや、と思われたと思うんですけど、最後、まあ、すべてのことが、まあ、無事、なんかこう、解決して、またこの警備の仕事に戻られた中で、この、緊急で、VIP の警備をしなきゃいけないということで、もしかしたらあそこに現れるのが、どこかの国の王子様としての伊達様があそこに現れて、なんかこう皆さんがもうサプライズでびっくりするみたいなシーンが最後にあるのかなと思ったんですけども、まあそれはちょっとね、残念ながら、なかったのがね、ちょっと私、それもしかしたらと思ったんですけど、ちょっとそれはね、なかったのは、まあ残念やったんですけども、で、まあ1話から当然のことながら楽しみの一つは、最後のすごく素敵なシーンに重ねて、ラブトリガーのもう歌い出しが流れるというところが、で、まあ毎回私も来るかなと思ったら、You are my love trigger 危険なフレーバー、ああ、来たという感じで思えたので、そのまあ、ドラマを楽しむのと、もう一つは、そのまあミュージックビデオとはもう全く違う形で、このドラマのストーリーの中で、最後ずっとドラマに引き込まれていって、で、最後に曲が流れるのも忘れた頃にバンとこのラブトリガーが鳴る瞬間が私が毎週それもすごく好きで、だから9話ありましたので、9回このラブトリガーがそのストーリーの中で最後のところでYou are my love trigger 流れるあの瞬間を私たちはまあ味わわせていただいたので、それもなんかね、すごくなんかこうドラマを毎週見させていただいてる、なんか幸せな、なんかね、瞬間やったかなと、思います。で、まあ、三人の、その、お父様を、まあ、最初強盗やったんですけど、この、まあ、水田っていう少年が、なぜかね、その警察官を、刺さなきゃならないことは何もないんですけども、ああいう形で、その、辰之助君のお父様を、やっぱりちょっと刺し殺してしまうという、ことがあったんですが、このあたりをずっと追いかけていく中で、警備保障の皆さんは、後輩の、なにわ男子の、藤原丈一郎君も、すごく、いい味を出してましたし、このドラマを、毎回、ほっこりした、良さを出してくれてるのが、藤原君やったと思いますので、このコンビネーションも、また違うドラマでも、ひーくんと、この藤原丈一くんのね、コンビネーションもまた違うドラマで、見させていただけたらなと思っております。2話のところで、季節してこの同性のような生活が、警備するっていう意味なんですけども、始まったりして、そして、また5話のところでは、すごく素敵やったのは、白石麻衣さんも白い素敵なドレスも、むちゃむちゃ美しかったですし、またひーくんが、そういうパーティーの場に出るということなので、清掃されて、出てこられるところもね、5話のところで見せていただけたので、あのあたりもね、すごくピシッとされてる。やっぱりスタイルがいいから、すごくね、似合われてたので、このあたりもね、すごく、また素敵やなと思いましたし、で、また6話のところでは、一旦この殺人犯に疑われて、拘置されるんやけども、釈放された後に、また事務所で、寮で、美味しそうにケーキに囲まれてるところなんかも、山本光さんが、すごく自分を鍛える、やからこそ、すごく甘いものが好きやっていうところも、踏まえての、あたりの、甘いものが好きな、そんなスイーツが好きなところの、辰之助さんが描いておられるのも、そこは多分ね、山本光さんに向けて、当て書きを、脚本がしてくださってるのではないかなと、思います。で、7話あたりからいよいよもう最後のところに向かっていって、結構なね、格闘シーンがありますし、その9話最後のところで、漆原がもういよいよ向こうの方から乗り込んできて、で、辰之助君が一回それまでに刺されて入院されてたから、体調が本当にもちろん万全やない中での、漆原との格闘シーンもかなり迫力のあったものですし、すごい私見応えがある、格闘シーンやったと思うので、こちら側にも本当に痛さが伝わってくるような格闘シーンやなと思いますので、このあたりはやっぱり改めて、さすがやなと思ってましたし、スノーマン9人それぞれのまた魅力、能力を持っておられるこの9人なんですけど、こういう方向での演技、そしてまたこの格闘シーンなんかも、これからやっぱりこのあたりを担っていくのは、山本光さんやなと思うので、また今回はすごくちょっとハードなところと、そしてまたちょっとソフトな、ほんわかしたところと、両方描かれてるんですけど、もう思いっきり、シリアスな、警備であったり、また警察ものであったり、そういう、彼の身体能力を活かすような役を、ぜひまたね、違うドラマで、これからのドラマで、また抜擢していただけたら、嬉しいなと思っております。で、最後のところで、辰之助くんと理香さんも、変にベタベタしすぎることなく、急に最後になって、急にこの甘い感じを出されても、それまでの流れとちょっとやっぱり違和感があるので、本当にそこも最後も、ベタベタしすぎない感じの空気感で終わっていただけたのは、すごく私、すごく素敵な描き方をしていただいたと思いますし、これからまたあんな感じで、今夜掃除に来てって言ってるけど、もうそれはもうね、自分でやってくださいみたいな感じできっぱり言っておられますし、あんな感じできっとこれからもすごく素敵なお付き合いをしていかれるんやろうなっていう思わせていただくぐらいで、とどめていただいたところもね、すごくいい描き方、今回脚本が、金子あゆみさんのね、すごく素敵な脚本ですし、で、また一話の中でもお話したんですけど、今回劇版が、高見優さん、私が今まで見た、そのドラマの音楽の中で、一番好きなのが、このジンなんですけど、そのジンの劇版を、サウンドトラックを手掛けられた高見優さんが、今回、劇版を手掛けておられるというので、すごくそちらの方も楽しみにしてたら、ところどころ、なんかメロディーの流れ方が、なんかジンを思わせるようなメロディーが中ほどで流れてきた時は、もう私はちょっと個人的にすごくなんか嬉しかったんですけども、で、ラブトリガーのメロディーをインストルメンタルで、ピアノバージョンみたいな感じで、ところどころ流れてたのを覚えておられますでしょうか。ラブトリガー歌なしで、インストルメンタル楽器だけ、特にピアノだけをなんか活かしたような、ちょっとスローな感じで流れてたんですけど、で、そちらの方は、この楽曲を作られました、I Don't Like Monday、アイドラさんの、名機がサントラに入ってたので、あそこの演奏は、アイドラさんが、なんかこう、ラブトリガーのインストルメンタルバージョンを、演奏されてるみたいなので、スローバージョンもすごく素敵やったので、また皆さん、聴ける機会があったら、ぜひね、スローバージョン、アイドラさんが演奏しておられますのでね、また見て、聴いていただけたらなと思っております。1月からスタートいたしました、山本光さん。初めての、単独での、主演ドラマ。なんか終わってみたら、9話で終わりやったので、なんか、あっという間やったかなと思うんですけども、1話のところで、なんか、おそらくこういう展開やろなっていうところを大きく裏切ることなく、ちゃんとそこに、ある意味予定調和でこう進んでいったんですけども、だからこそ、なんか毎週すごく楽しめましたし、楽しむ中でも後半のところは、ちょっとこのハラハラするところもあったと思うんですけども、でも私は初めての単独主演を山本光さんはしっかりと私は、やり遂げられたと思いますし、おそらく今回のこのドラマの北沢達之助さんをしっかりと演じられました山本光さん、そして時折見せられます可愛らしい笑顔を見られた方から、また、彼にこんな役をやらせたいな、彼にこんな役をやらせたいなということで、きっと、山本光さんにもこれからまた役者としての、また違うドラマでも主演されると思いますので、なんかまたこのドラマをきっかけで、また彼の役者としての活躍の道も大きく開けていくやろうなっていうのを感じさせていただく。本当にもう山本光さんにはもうぴったりのすごく素敵ななんかドラマやったかなと、思います。1月から始まったスノーマンのメンバーの、主演ドラマの一つ、山本光さんが主演されました。恋する警護24時、先週3月9日9話。最終話を迎えさせていただいて、今日はその最終話を見る前に、どうせ見るなら、もう今日はじゃあもう1話から全部一気に見て、最終話に入っていこう。そんな気持ちで1話から9話までも続けて見させていただきましたので、改めて本当にこの全話を通して、本当に山本光さんにぴったりのドラマでしたし、また山本光さんもしっかりとこの主演をやり遂げられた。なんかそれを本当に今日は実感させていただきました。また次の山本光さんのなんか主演作も楽しみに待たせていただきたいなと思っております。また今夜3月12日、火曜日午後9時、からライブ配信、ほっこりカフェを配信させていただきます。今夜のライブ配信の中で、また4月7日の舞鶴へのバスツアーのこともまた皆さんにお伝えさせていただきますので、今夜のまたライブ配信でお会いできるのを楽しみにしております。生まれてきてよかった。君と出会えたから。生まれてきてよかった。君と出会えたから。